ございます。お願いします。こういう感じね。今日キャッチボールとかせえんのかな。勝川さんとキャッチボールしたいんだけどな。あ、いいですね。勝川さんもな。野口はできると思うよ。無理なんですって、古さん。死んでたって。ぶっ壊れてるらしいです。球界再編の時の人でなんかキーマンいないですか。キーマンで出る人ってことね。が関係ないですか。出えへん絶対表に。そうそう、さあ見ましょう古さん。ん、だふざけてる間にちょろちょろ話聞けたらまあ出るかどうかが問題やからな。一応興味あるお願いします。お願いします。ありがとうございます。野口キャッチボールできるの？まだまだ生きてるやろ。話は聞きましたけど。若いんだから。話は聞きましたけど。辰川さんとキャッチボールしたいなと思ってさ。あ、辰川さん一昨日かな。いや、激教室あって。あ、一緒だったの。一緒に行って。ペロペローって投げてました。投げてんだ。投げてました。辰川さん投げてる姿見たんやんか。あ、やるさき。野口やろうかじゃあ。わかりました。久しぶりに。どこでやるんですか。この辺で。あ、そっち行ける？こっちですか。はい、なんかたまにこういうとこでキャッチボールするの気持ちいいじゃん。こういうとこでしたことないですよ。あ、でもたまに投げてもらさ、はい、いや少年野球やってくれても全然できんからさ。一昨日3イニング投げたから、投げたじゃない、試合出たから、うん、体バッキバキです。よいしょ。あれお前何年やったの、何歳までやったの。39です。39までやったの。はい、21年。長いね。やったね。 いろんな球団で。細く長くです。細く長く。いやいや。最後がどこ。横浜。横浜です。阪神横浜か。はい。うん、もちろん。これ同期入団やからね。はい、え、そうですよ、うん、そう、6歳違いやけど同期。うん、肘痛い。あ、もう広いね。いや無理、ごめん、擦りきないから大丈夫。よいしょ。あ、こんにちは。おはようございます。こんにちは。なんか村さん肩が死んでるという話ですけど。死んでるよ、もう痛いよ。痛い。痛いんすか。痛い。モルツであのピッチャー返すの痛かったもん。やめようと思って。え、軽く投げても痛いんすか。カレーよ、カレー。それはカレー。いやー、この光景よく見たね。シートマン、シートマン前で。辰川さん、おはようございます。よし、今日ぜひ辰川さんとキャッチボールしようと思って。いや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 、何をせずしてお前8000万ももろてから幸せやな思いながら。もう金の話ばっかりじゃないですか。職業野球じゃないか。そういうことです。まあ確かにそういうこと。やっぱり古田うまいね。わし改めて思ったよ、お前キャッチングうまいな。やっぱり ありがとうございます。そりゃそうっすよ辰川さん。これキャッチングじゃん、これただキャッチボールですよこれ。いやいや、やっぱりボール吸い付いとるもん。それ現役時ミットですか。そうよ。へえ、すごい。現役時のミットなんだ。いや現役の時もっと声で歌うじゃないか。いやぜひ。俺らの時これが基本なのかな。僕ちょっと長くしたんですよね、1cm か 1.5。 そ, そ, そうよ、ノーマルよりか。どこの僕。いや古田に取ってもらってくれ。古田、古田これ見、わしらの時これだったんよ古田。僕らの時失礼します。変化が多いから。これよお前、絶対できない、できない、お前絶対取れないよね。あー、こんな感じですか。あ、失礼します。いやいやいや、これよお前、絶対できない、できない、お前絶対取れないよそれ。あー、こんな感じですか。僕らの時出だした時やっぱ変化球多いから、ノーマルの、ノーマルのキャッチャー、ずっと点取ってるやん。あー、こんな感じですか。そうよ。これ多分昔が小さいんじゃん。こんな感じですかっていうか、何が違うんですか。大谷さんが作ったんと、あれで、あれで小さいよね。小さいですね。これを削って、ノーマルってあるじゃん、その基本ので。これ俺はこれがノーマルなんですか。だから俺はそのノーマルでも 1.5 長いの、ちょっとこれが、はいはい、これここ、これこの長さめっちゃ軽いじゃん。スライダーとかフォーク引っかかるかもしれんと思って。昔のおっさんらはね、3位通り投げないの。だから1センチのやつと2センチのやつとか作ったよ。これここに紐をやるのがスタンダードだったんですか。大谷さんが作ったんと、あれで、あれで小さいよね。小さいですね。これを、はい、これを削って。ノーマルってあるじゃん、基本の。もうちょっと僕らはもうちょっとこれがノーマルなんですか。だから、うん、
俺はそのノーマルでも 1.5 長いのちょっとこれ。はいはいはい。この短長さ。めっちゃ軽いだろ。スライダーとか。なんでかやったらさ、昔のおっさんらはね、3位通り投げないの。1cmのやつと2センチのやつとか。これここに紐をやるのがスタンダードだったんですか？そうそう、いやいや、もうあのないからないから、いやいや、で途中からこれ下になったんだけど、2枚側だからでしょ。え、どういうこと？これほら、こっからこうやってパカッとはめてるから、そうそうそう、僕のとか古さんのとかこうやってほら折り返してこうなってるから、そうそう、だから昔はこれ、だからこれが普通、ああ、そういうこと、だから昔の持ってこいって言われたけど持ってきたのよ。そう、ここにこうやって皮をこうパッとやると止めなきゃいけないから、もう出ちゃうんですよ。ほんでこうなるわけ。そうそうそう、よく持ってますね、現役のなんて。止めなきゃ。何持ってんの、現役のなんて。これ切れないですか？切れるよ。切れますよね。いや、切れるけど、昔の元声とか持ってたから。昔のこれ塗って、はい、あの修理して使ってるでいっぱいいたら、ヤシなんかもせん。しょって。なんかでもこの穴が開いたりしたらこうガーってこうミシンミシンみたいなでね、ありましたよね。そうそうそう、あの剥がしてね。使い慣れた方がいいから。だからそういう人も、俺はもう毎年変えるタイプだけど。え、辰川さんとかあれですか、昔その柔らかくなりすぎてアマニューとか塗ってたじゃないですか、固める固める、あったね、思い出した。それはさすがにしてないですか、プロは。さすがにしとったよ。してますか、やっぱり。ここだけど、あのここだけ塗る人とかいたよね。なんかピカピカでカチカチの人いましたね。とか塗らないけど、最初さ、こう声さ、紐で引っ張ってさ、はい、あの水につけるのよ、はいはいはい、で 2,3 日置いといて、はい、で陰干しして、はい、そこから柔らかく、見ても柔らかくなったもんね、だんだんね。もう3日ぐらいで使えるようになるよ、うん、はい、まあ、でもちっちゃいな、やっぱりめちゃちっちゃいよ。ちっちゃいですね。だから今みたいにコリジョンでこうなんかできないよ。あ、出ちゃいます。もう両手でタッチしてないと。あ、でも辰川さん両手取ってたイメージあるな。なんかこうやって言われましたよね。いや、そうやって取らんのよ。もう叱られよったらこれ見てみ、これお前、おかげでおかげで、おかげでこれ指短いっすね。何本ですか。大野にやら、大野にやられ、川口に脱臼刺され、北別府におられ。でもこれ辰川さんピッチャーって絶対失敗、成功してないですね、指短いから。いやいや、フォーク投げて、大野フォーク取れないですよ。大野がわし今日古田 の、 あの方程式出るいたら、はい、わしを恨みがあったんかいって、ピッチャーライナー3回当たってるらしいよ、大野。僕ピッチャーライナー、あの、じゃあすいません、あの、大野さん、ね、いや、じゃあ、ね、別にバッティングが良かったからね。そら、でも大野さんね、カーン、僕のライナーバーン当たって、いや、ファーストまで行ってすいませんって帰ってきたら、大野さんすぐ立ち上がって、全然痛くないよって言ったからね。さすが大野さん。いやいやいや、大野よったよ、古田原ね。あ、そう、あの投げとって帰る気怖かったよ、状態。いや、なんかシュート、大野さんシュートなんで、そんなことないじゃん。俺モルゼ役でちゃんと取ってるよ、大野さん。古田が世に出てきたからね、セ・リーグのキャッチャーみんな影になって思ったの。俺じゃ出てきたからなんだよ。右手って骨折するもんですか。俺は靭帯切ってるけど、ね、両手でこう取りに行ったりする。バルジパタって唯一、僕も2回骨折しますよ。古田がね、唯一キャッチャーとして失格はね、うん、手をさ、こうやってさ、普通のもんはさ、こうやってやっとったり、こうやってこうしとるのに、はい、こいつだけこうしてね、で、ポコッと当たってんねん。え、古さんそこに置いてました。置いとるね。まあ、関係ない時やってるつもりなんですけど、もうランナーが出た人はもうちょっとこっちに出て、僕の膝が柔らかいからね、そうそう、こっちに入ってしまうようなんですけど、そうそう、この辺見えちゃうんです。ペチャッペチャッと2回やったの。そうなんですよ、ファールチップが。で、西山はもう、ロッカーで万歳したっけね。これでゴールダイヤモンドゴールデングラブいただいたいで。で、古田が怪我した時だけ西山もいただいとんねん。あ、そうなんすか。そうなんよ。2回確かになりますね。そうだろ。わしもね、あの古田が出るまでは時々いただきよった。古田来た瞬間からもう。え、辰川さん何年に引退したんすか。わしは92年よ。古田来たん92年からです。あ、90年から、90年から、はい、90年だろ。で、古田はまあ90年はまあ、あの今の旗と併用だったよね、うん。で、91年にもうバン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 出た。3割打ったんだよな。そうですね。そっからもうみんな、あのキャッチャー様子、あのキャッチャー様子って言われて。いやー、もう怒った怒った、これ言われやせんけど、あの入れるなよ、言うなよ。辰川さん、辰川さん、うん、流されるよ、流されるよ、流しないよ。いや、チャンチャンチャンがさ、最終戦わし、いかんかったのよ、いかんかったのよ。なんでか言ったら、もう優勝決まっとったかわしら。で、古田がさ、最終打席でヒット打てば首位打者、打たんかったらあの首位打者じゃなかった。2-1ですね、2打数1安打でOKだったんですよ、はい、だったらレフト前打ったのよ、足立から。そうですね、モルの見事に。おい、おめえなら古田に打たしてねえよなっていうか、まあやっぱりちゃんと打たないかんでしょうって言うたけど、すごいよ、全然忖度してるね、それも。いやいや、あのいや、あの足立から打ったよ、バッティングやっぱりすごかったですよ、もう。いや、びっくりしたよな、これぐらい、
ぶつけられて逃げながらあの打ったやつ見たことないよ。毎日バッティングはさこんな感じでうまいライト前打ちよったしな。で落合打法をなんか真似した言うてそのオフに、はい、あそうなの、はい、落合さんは勉強しましたね。やっぱ近くで打ちたい、こうやって打ったらいいのかって、こういう感じで、まあそうですね、これそれ始まってんのこれ始まってんのこれ始まってんのせっかくだだからふと思ったら立たなあかんのかなと思ってええの始まってないと思ってるの座ってんの、いやええの始まっとるの、それが喜ぶのよそれが喜ぶのよ。いやでもさあれで一回俺ら逃したいで、 そうなんやあれから古田にあの敵対意識燃やしとったと思うよ、感じ合えたのお前うるさいいつまでしゃべるキャッチャーかもううるさいうるさいもう何を言うんだっちゅうはわし古田にはしゃべらんかったよ。いやいや僕はめちゃ怒られましたよ達川さんめちゃめちゃ怒られてきて「お前あれだな」とか言ってもう尊敬しとったよこれもうさ思いっきり言われた試合中わしの人生をダメにしたのはこの男だお前もそうだろお前にもレギュラーになれるかな思ったら古田でそんなこと言えるわけないじゃないですか日本ハム行ってだけど一番儲けたのはこいつよ。何ですか何ですか違います仕事せずして儲けたのはこいつしてますしてますよ阪神見えないところでやってるんです2番手でさ2003年に矢野がレギュラーで、はい、これ2番手だったの、はい、下柳と一緒にトレードで来たのよ、はい、で聞いたら8000万じゃないって言うわけでけで星野さんがさ大事にしたってくれの言ってあの試合出れんけど言って週に1回出よったやの月に2回か、はい、月に2回お前1試合お前1000万ぐらい出よったよね。でもそれチームに貢献してるんですけど優勝してるのなんて感じてそうかいやいや勝つのよ日曜日になるのよあら日曜日に出るのよ。あら価値観はそれぞれですよデーゲームね、はい、雨の日そう条件の悪い日は雨の日そんなことないでしょ。いや本当にナイター明けのデーゲームと雨混じりの日とめちゃくちゃ寒い日お前とこデーゲームってあった？ありますありますよ日曜日くらい、ね、土日は、はいはい、一回ヤクルト戦覚えてないと思うけどさヤクルト戦でさ土砂降りの雨の中こいつ出とったもんたまたま雨が降ったんですよ田中さんたまたみんな雨で出てますよ。広島は結構ありましたからね開幕戦開幕戦もありましたねもう泳げるぐらい溜まってたよであのわしもマグレでホームラン打ったら知っとる？全然覚えてないです。覚えとってくれよお前攻めも始めますよもう始まっとる始まってる始まっとるカメラも撮ること始まってるのよ。いやだけどねまあお前もいじめられたけどさやっぱり古田ほどいじめられたやつ野口いないよ、はい、ミーティングでさ今だけ言えるけどさ古田にね何々したらだよこれこれ言えないけど何々したら賞金1万円だったっけね紀藤もろたからのね古田がもうありがとうございましたって一緒に行きよったもんあれが一番すごかったの。でも古田じゃないのに古田じゃ思うてグラッデンがさ西村が投げたこの辺のボールをさ編むのないのにさいきなりこうやって向かっていってからお前いやあれその前があったんですよグラッデン村田さんが被害者なんですよ。野田で救急車で運ばれてましたよ。もうまあ先に行っとったお前お前言っとった転がっとった頭当てられてプレーボールと同時じゃなかったか違います西村の途中じゃった途中です途中です、はい、まあみんな必死でやってたんですよみんなボランチでだけど今も必死ですよ今も必死よ大きい声やけど後にも先にもあの乱闘はベスト3に入るの入りますねグラッデンですかグラッデンのあそうかなあれ僕いないんですよあ出てないよ中西が出てんだよ、はい、よくご存知で中西こんな眼鏡がんでさお前大丈夫かやったら古田がメガネのアドバイザーしてたんでいいメガネ作ってもらいましたよってなんか作ってやったの絶対作り話よもう絶対作り話よこれいや作り話じゃないって本当やからそれは本当ほら本当俺本当やる本当やるお前ええ加減せよ作りおい中作り話じゃないだお前本当ですかヤクルトみんなですみんな古田のあれでおかげでメガネみんないいのかわし監督は違いますけどね監督は違いますけど監督だけは違うけどノムさんは古田やね俺似てないね似てないか似てないか似てない似てるよいや多分俺はよう知らんけど古田お前何やってんだよお前何を根拠にお前あんなボール投げさせてんだとか言ってボソボソ言って古田が1時間立ってるってあったもんね試合中でおい立ってるよよくありましたお前打順回ってくるまで立ってましたねなあ、はい、あんなアウトやろ普通今やったらアウトでしょうねまあ説教注意してたっていうアドバイスよね、うん、アドバイスねアドバイス長すぎるよな
何喋ってるか聞こえんやろ。聞こえてんの？聞こえてますよ。もちろんもちろんけど、はいはいって言ってますから。もう本当にこの、はいしか言わないの？まあはいしか言わないですね。今だから言える話ってある？なんかもうなんであそこでストレートのサインなんだっていう、うん、まあそんな感じで怒られて、すいませんみたいな感じです。 お前しかできんな。お前も怒られ、お前ノブさんやってんの？やってますよ。二人でやってますよ。やってんの？もちろん。多分古さんの3倍ぐらい僕は怒られてますから。怒られてね。はい。そうなんや。幸せやな、怒られて8000万。だから古さんの方がやっぱ立たされてるイメージが強いんで、まあ、だって古さんはだって常に一軍にいる方じゃないですか、うん、僕はもうほとんどいないですか、まあ、数は僕の方が多いです。怒られた数はもう僕の方が全然多いです。内容はもうくすみそばな方です。たまにまあ出て打たれたらまた怒られるっていう、はい、やっぱ配球の話を、うん、もうそればっかりです。普段からまっすぐしか狙ってないんだよ、あのバッターは。そこにまっすぐ投げ要求しやがってみたいな。村田中ですよ。まっすぐしか狙ってない。そんなことないですよ。こいつ山根に強かったの。山根は走らない。僕が対戦してませんけど、山根からね、初ホームラン打ったのよ。宇宙間に、後楽園球場。左中間ですよ。作り話、作り話よ。作り話やのってホームラン打ったんや言うたじゃない。左中間か。で次の日広島球場行ったら頭の後ろにボール来たからね。それは一応やっぱり礼儀としてな。一応打った人に対して調子乗んなよみたいなね。もう打った人におめでとういうことでな。昨日のホームランおめでとう言って、やっぱり挨拶はしかないけど、ね、面白かった面白かった。やりますか、ね、はい、やろうか。よろしくお願いします。もう前振りがないから、はい、やろうよ。おい、今のあのチームのところまずいの、ちょっと切っとってくれな。ピピピ入れてくれていいから。